藤ミリアとダンサーたち交流の記録。ミリアがツアーのバックダンサーを広く一般から募集した。難関をくぐり抜けたダンサーは富山を皮切りにしたリングツアーのステージへ。中でもミリアファンから高い人気を得たのがダンサー涼二。この日涼二は地元である東大和市にいた。あ、おはようございます。あのカメラ入るね。舞台は市役所、東大和市民のための文化祭。涼二はダンス部門の仕切りを全面的に任された。お客さんから見えない位置まで。そうそうそう、催し物でダンスをなんか取り入れた、なんか東大和を盛り上げましょうみたいな感じなイベントが今日開かれるんで、ERS うちらの団体仕切りでちょっといろんな団体、武蔵村山高校だったり東大和高校だったりとかを呼んでちょっと盛り上げたいなと思います。裏方としてせわしなく働く。そうするのもこの町、この場所にある思い出があるからなのです。これガラスを鏡にしてちょっとしか見えないんですけどね。全然も見えないですよ。ずっとこうやってました、ね。冬とかすごい寒くて、その寒い中のホットコーヒーを飲む幸せは半端なかったですね。この場所で練習してダンサーになった。少しでも地元に恩返ししたい、そんな思いが涼二にはある。涼二の呼びかけでさまざまなチームや学校が集結。会場は常に暖かい空気に包まれていました。これ ERS。涼二が地元東大和市で立ち上げたダンスコミュニティ。キッズなどを中心におよそ50人が活動しています。そして涼二も舞台に。昔はダンスの発表の場が少なかった。だからこそみんなにチャンスを与えたい。また来年も続けていきたいと思いますので、また、お友達などいろいろとお誘いの上遊びに来てください。ありがとうございました。涼二は言う。ダンスの可能性をもっと知ってもらいたい。加藤ミリアのツアーはこうしたダンサーたちに支えられているのです。そしてバックダンサーたちがミリアの新曲ミュージックビデオにも呼ばれちゃったぞ。さあ、濃かったですね今日はね。いやもうね、楽しく終わってね。はい、めでたしめでたし。でやっぱロケで僕が踊らなきゃしまんないでしょ。これもやるの。はい、はい、みんな僕がダンスするよ。やっぱ公演ということで ね、みんな見てくれたんだからね、お礼を皆さんありがとうございましたって多分ね最後に言うと思うんですけどね、やっぱちょっと余韻を残すくらいのお礼がねいいんじゃないかと思ってね、お礼の余韻いかせていただきます。あ、ありがとうございました。これをねみんなでやりたいと思いますね。面白いこれ。やりたくないでしょ全然。いやもうそこがいいんですよ。みんなでやってもらうからね。やめるダンサーたち求む。先輩たちが親身に相談に乗りますぜ。